皆さんこんこにちは岡崎亮介です、えー、今日は2018年2月8日「年月日日今今週週はは本当に大変なな間となっています、えー、今日はマザーズ ETF 先物活用術」というタイトルでこれから皆さんにパートを3つに分けて、えー、ここから先どんな展開がこのマザーズマーケットを待ち受けているのかさらには、えー、これはもうできて2年になるんですかねもうじき2年になるという先物の,の使い方あるいは ETF の上手な利用の仕方 この荒波を乗り越えるまあ、知恵みたいなものですねそういうのをお伝えできたらいいかなと思います一応パートは1,2,3,3つに分かれてますのでそれぞれですね見てもらえば嬉しいですさて最初にお答えしなきゃいけないのはここにも書いてます資料作成日2月5日なんですこの荒波の真っ只中ですから本当にリアルタイムで作りたかったんですけどもちょっと間に合いませんでしたすいません2月5日月曜日 まあ分かり道のとこですね、えー、そこのところで作ってるんですがまず最初にお伝えしたいのは今とにかくアメリカの株式市場が大きな調整局面を迎えました金利の上昇のせいですこれを受ける形で日本の株式市場もこの波に飲まれそうになっている展開ですその中で日本の株式市場の中でも最も荒っぽい動きをするマザーズ これは一体どんなふうな展開が予想されるのか最初パート1ではこの辺りのところをお話したいと思いますまずは最初のチャートこちらをご覧くださいこちらはですねアメリカの過去3回のですね調整局面を拾ってきましたなりやら下落率1日2%とか週間3.5%以上とまどろっこしい書き方をしているのはこれは作成したのが2月5日の時点ですので 月曜日に起きたアメリカ株の大幅下落ですねここまでは間に合わなかったんです、えー、ですのでまあ見切り発車といいますか先週の段階ですね、えー、2月あれは2日でしたかね、えー、2日のですね、えー、雇用統計の日ですねそこのまでのその日の動きまでを含めるとだいたい1日であの日2%下がって それででで週間でか8ぐらい下がったんですねでそこから、まあ、カテゴリーを決めてですね過去の3回のアメリカ株の調整局面を拾ってきてその時、わざわざどう動いたかというのをです、ね、作ったチャートです。これは一番近い2016年の1月から2月にかけてのアメリカの株式市場がですね当時の高値からですね15%ぐらいの下落。 この時ののの時背景にあったのは原油価格の下落ですバーレルが26ドルまで下がったその原油価格の下落シェール関連のビジネスがですね経営不安説が流れたところその時にマザーズ指数はどう動いたかというとこんな動きです。 えー、興味深いのはです、ねまあ、この1月7日とか1月13日というのはです、ね、それぞれアメリカの株式市場がかなり激しく動いたところなんですがこういう形で1番底つけて戻りで2番底実際この2月のこの辺りがです、ね、日本株もアメリカ株も大底になっていますから大体いいこれに準じた動きになっています。 大体たいま25パーぐらいですかね。やっぱり倍近く動くのはやむを得ないところです。え今回もまあ似たようなところですね。アメリカ株は今 S&P500 で見ると、えー、2月8日までの時点で見ると測ってみると約10パーセント弱、9.7パーセントざらばですね。これぐらいで動いてますが、まあそれの倍ぐらいやはりマザーズ動いてる。まあこれぐらいのところが、えー、ボラティリティの格差としてはやむを得ないところだと思います。え次に2回目と言いますか。 えっと今に近いところで言うとその次の2015年の動きを見てみましょうここちららでですす、はい、れは2015年の月月から10月です、えー、先にです、ね、結論を言っておきますと今回の日本の株の動きはこの2015年の8月の動きと非常に一番近いのはこれだと思いますもちろん現時点ではという意味ですけどね、えー、この時は何が起きたかというと2015年の8月11日。 中国人民銀行,銀行がです、ね、人民元の切り下げを突如として発表したそこ,からそこから金融市場に,金融市場にです、ね、混乱が起きてアメリカ株は都合12%ぐらいの下落になっています。で,でまたマザーズはというとこの時もまた25%ぐらいですから、ね、やっぱり倍の法則みたいなのがです、ね、働いているのがこの動きです。 でなぜ今回の動きがですねこの人民元の切り下げの時と似ているかというとこれ二つの数字がですねそこを示しています一つはまずアメリカ株のザラバー下落率この時十二パー現在十パー弱まあ非常に近いところもう一つはこの時のアメリカのビックス指数皆さんご存知ですかねおそらく先物を使われている方は一度は聞かれたことがあると思います別名恐怖指数と呼ばれていますがアメリカの S P 500 のですね、オプションのインプライドボラテリテリィインプライド・ボラティリティというのは、まあまあそうですね、保険料みたいなもんです株が動くときにその動くプレミアムを買いに行くとこれどんどん上がっていくんですけどもボラティリティがそこから逆算されて図られるとこの数字がですね50を超えました今回もアメリカの SP500 は火曜日の段階で火曜日のザラ場において瞬間的に50%を超えたんですね。 以上この2つの数字、騰落率で最大で瞬間不足マイナス10%水準までいったということそれともう1つはボラティリティーの50%以上の水準とこの2つから見ると今のところこの8月2015年に起きたチャイナショックと似たような動きになるのじゃないのかなというのがまあコンセンサスに今なりつつあるところかなと思います。この時のの時動動ききを見るとマザーズの動き えドカンと落っこって一番底を取ってそして時間をかけながらですね123と3回ぐらい叩いてですねそしてまあ底根を確認してその後判定に入るというこういうような動き方になっています。でここでえ一つ問題といいますかえここからがこの資料のさらに深読みをしなきゃいけないところなんですが実はこのチャイナショックと非常に似てるんですがこのチャイナショックの時のマーケットの動きを 大概の人がです、ね、誤解しているところがあるんです、ね、まあ人間記憶というのはどん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 こう歪められて都合のいいようにこう解釈されていくものですその典型的な例がこのチャイナショックのケースどう歪められているかというと先ほど私8月11日に人民元の切り下げがあったと言いましたよねところが実際の暴落はその後2週間後です。2週間の間のと言いますか最初の1週間はマーケット何にも動いてないんですよ。ほとんど、まあ まあ、東京市場では少し動きましたけどもアメリカのマーケットそれから為替市場もすぐ立ち直ったのでなんだ人民元の切り下げは大した影響はないのかということでですねみんな安堵したんです安堵したんですが1週間後くらいからグラガラガラッと落ちていってそして、まあ、都合123%の下落になったのがアメリカ株。でえー、アメリカ株は8月の25と29とに ダブルボトムをつけるんですけども大体まあ同じような形でこのマザーズ指数もこの8月のこれは26日ですねそしてここは9月の30日になると思いますけどもねこの9月の28日っていうのはアメリカ株がよく下が,るとこ下がったところです。こういう形でですねまあ大底をつけるという形なんですがじゃあ一体なんでこのタイムラグが起きたかここがポイントです。皆さんも 日本のボラティリティ VI 指数がですね今、順調に下がっているのを見てこの9月8日現在ですけどもねことなきを得たと思われている方も多いと思うんですが実際にはですね今まだ売り物は続いています。これはちょうどチャイナショックの時と同じような売り物ですどういう売り物かというとですね言葉で言うとリスクパリティという取引の仕組み。 えー、具体的にまあ皆さんがもしそれは何かと調べたかったらリスクコントロール型投資信託あるいはリスクコントロール型 E.T.F. なんていうのを見てもらえばいいと思います。これは検索すればグーグルでもヤフーでも出てくるはずです。えー、当初の E.T.F. にも載ってますからそこに細かいどういう仕組みかがわかると思います。簡単に言うとこの仕組みはボラティリティが大きくなると大きくなった分株式等のリスク資産のウェイトを下げるというそういう仕組みのファンドです。 ただここで重要なのはここで使われているボラテリティというのは先ほど使っている v i x であるとか VI であるとかいわゆるインプライドボラテリティ市場で取引されているボラティリティではなくて単純に価格変化から計算されるヒストリカルボラティリティまあ偉そうな名前ですけども毎日の日々ののの々落率の標準偏差ですね。この標準偏差の年率が上がってくるとですねまあ簡単に言えば組み入れ比率を落とすと。 えー、商品の性格としてはですねこういう形です、えー、あるファンドがあってこのファンドのターゲットボラティリティーを10%にしましょうと,という設定をしたとしようとその時に株のボラティリティがヒストリカルボラティリティーで10%であれば10に対して10ですから100%株を組み入れることができるこれがリスクコントロールの典型的な仕組み、えー、ところが株のボラティリティが20%になったらターゲットが10%ですから20%入れてたら買いすぎなんですね ターゲットのボラテリテリィにに合わせるように組入れを半分にしなきゃいけないということは株式のボラティリティが上がってくるとこの手のファンドの株式の組み入れ率は自動的に落とさなきゃいけないつまり株式の売り物が続いていく。チャイナショックの時は株式のヒストリカルボラティリティが急速に上がっていったのが1週間後です。その1週間後から 株をどん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 売っていくでその売っていく株の連鎖がマザーズにも波及しこのような形で日経平均に連動する形でですね三回ぐらい底練りする形で大底を売ったというところです、まあ、ちなみに今回も今日本のマーケットではこのリスクパリティが猛威を振るっています 一応マーケット的には2月とあれはいつですか6日ですかね火曜日に、まあ、大底を打ったような形になっているんですが7日水曜日も高値を取るんですけども急速に引けにかけて落としていきました株価が下がってきました今日の動きもですね今のところ似たような形で伸び悩んでいます、えー、この頭を叩いているのは、まあ、一般的な戻り売りもありますが機械的に売っているのはこのリスクパリティのグループですねこのリスクパリティのグループは、えー、その えとヒストリカルボラティリティの計算でですね30日という早めのボラティリティ短めのボラティリティを作るグループ40日50日60日とやっぱり種類が分かるんですね分か,あの分かれます。でその早めのグループがまず売ってで遅めのグル,ープグループがダラ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 売っていくで全体的にヒストリカルボラティリティが落ちていくとこれは売りがまあ終わるという形になります。で通常と言いますか この、えー、チャイナショックの時であるとかその前の原油価格下落の時はだいたい1ヶ月で終わったというそういう観測結果が出ていますさてもう一つ、えー、過去3回のアメリカ株の調整局面3番目は少し古くなります2011年の8月のデータですこちらを見てくださいいいですか、えー、この2011年の8月というのは一体何があったかというとアメリカの国債が格下げになったというとんでもない事件があったんですね 格付け会社は世界に3つあります S&P ムーディーズそれからフィッチこの中最有力とされる S&P が AAA であったアメリカの国際格付けを AA に落としたんですね。AAA、えー、に落としたことでアメリカの面白い話なんですけどもこれまあアメリカの国債が別にディフォルトするわけではないんですけども、えー、一番親分の格付けの良い国債の格付けが落ちるということはみんな一個ずつ落っこっちゃうんですね。 でまあ結局株なんかもこれじゃリスク大きすぎるっていうことで落とされて株が売られるあるいはハイイールドが売られるという局面がありました。でこの時はえちょっとご覧いただけるとさっきの2枚とは違う動きになってますよね。えー、マザーズの動きは1番族よりも2番族2番底よりは3番族の方はまだマシですけどもかなり長い調整局面になっています。 ちなみにマザーズのこの時の調査局面ですが下落率はははさほどは大きくはありませんアメリカと同じように20%です。と言いますか反対あの言い返すと逆さまに言うとですねアメリカの下落率がやたらと大きかったんです、ね、まあかつてなかったような話ですしそれに2009年に株が大底を打ってからまだ2年と日も浅かったこともあるでしょう。 それにこの2011年というのは先ほど申し上げたそのリスクパリティのトレードですねこれがまあ最初のテストに向かったところでみんなこれがどれぐらいのパワーを持ってるかよく分かんないところがあったんですね。ですのでまあ調整に結構手間取ったと色々ありますちなみにこのリスクパリティのトレードっていうのはリーマン・ショックのあと急速に世界中の基幹投資家で広がりました。 世界中の基幹投資家で広がると同時に日本の投資信託や ETF の世界でもいくつも上場されたというような歴史を持っています、えー、二度とリーマンショックのようなああいう悲劇を繰り返さないためにえ世界のまあ投資銀行それから基幹投資家が開発したモデルなんですがまあ実際には中身はまあ下がったら売る下がったら売るみたいなもんですからね動いてる間は株を持たないという極めてまあおとなしい仕組みなんですけどもね。 え結果的に今のようなといいますか1月までの適温相場低ボラテリティ時代ジャネット・イレンが作った低ボラテリティ時代にはですね非常にパフォーマンスがが良かっったといいう記録が残っています、まあ、こういうような形ですからあこの3つを見てもしばらくの間時間はかかる。で、えー まあ、そろそろいっていいかどうかっていうのは日本の場合もアメリカの場合も今回はヒストリカルボラティリティこれを注目してもらいたい残念ながらこのデータっていうのは出てませんけれどもおそらくまあ,あ単純に計算すればですね、えー、あのスプレッドシートでもすぐ自動的にできるでしょうしあるいはあプラットフォームにも入ってるものも多いと思いますから参考にしてください。最後にこここのののパーーートトでは少し長めのマザーズのチャートを見て、えー、ここからの 展開の仕方ですね一、えー、つや二つ何かシグナルが出てるかもしれませんのでそれを皆さんに確認してみたいと思います、えー、マザーズの動きです長い足でこんな感じです2011年からデータを取りました、えー、マザーズはこの2012年の6月先ほど見たこの急落しているところありますけどもねこのあたりですけれどもこれがアメリカ株の20%の下落そこからまあやっぱり1年ぐらいはかかるんですね えまだまだ日本株はうんこの時代11年といいますとここに大きなスパイクなポイントがありますけどもねこれは東日本大震災ですねその後11年の9月にドル円が75円の王族をつける等々の試練に見舞われた1年です。遅ればせながらまずはその12年の6月1年後ぐらいに王族を打ってそこからえアベノミックスで復活していく。 アベノミクスで復活して大きな相場が1回2回3回ありましたで3回目の相場が現在の局面これがまあ今大きな調整局面に入ろうとしているところですがチャート的にはもうそうですね2割近く落ちましたからかなりのところは来たと思うんですが実際にまあ例えばこの大きな調整あるいはここの大きな調整まあそれぞれやはり20%以上の数字は出ていますからあのまあ先ほど おアメリカ株の倍というような言い方をしましたが必ずそれがハンデついたようにそうなるわけではないんですけれども、えー、暴れ馬のようなこのマザーシスを乗りこなすためには、えー、この高いボラティリティであることを前提に取引していく,ていくことこれが肝心かと思います、えー。決して追い詰められないようにそしてこの後パート2パート3でお話しする先物それから ETF これを上手に乗りこなしながら、えー、キャピタルゲインですね利益の追求これをに、えー、邁進していってもらいたいなと思います。 ではパート1以上とさせてもらいたいと思います。ご視聴ありがとうございました。